どんな気持ちですか、今ピッチで両チームそして両監督ご覧になるのは。まあね、やっぱりこう、若い時のね、はい、ターンシュートです。これは広い層、丸橋が出した。そして清武、もう一度丸橋の折り返し、ファーへ。ニアとファーと2人いました。原川、前を向いた山田、左足、ここをブロック。原川、ちょっと今度は原川が倒れています。長いボール奥野が出します。レアンドロ・ペレイラ、さあここは少し時間を使うか。チアゴ・アウベスへ、左足があるが強引に行こうとした。そしてシュート、ニアポストよくキム・ジンヒョン触りました。レアンドロ・ペレイラ、ちょっと肩を痛めたようです。ここはでもいいシュートでしたけどね。ここは前で奪いました加藤です。加藤からアダム・タガード、アダム・タガード、右シュート、ポストでしまった原川。ここはね、加藤がうまく当ててね、チャンスを作りましたね。いやー、ギャップへのいいスルーパスですね、はい、惜しいですね、まあ非常にこう対角に、非常にグラウンダーの非常に速いボール、はい、いいコースに飛んだ。壁は3枚作りましたセレッソ、どちらが蹴るでしょうか。ジャグアウベスが狙ってきた。よくありますよね、はい、この距離ですが、かなりスピードもありましたしね、威力ありますね、はい、無理して、うん、縦には入れない、はい、展開ですよね。坂本入れてきた、落としてアダム・タガード、アダム・タガード、覚悟ないところ。あ、よくガンバのディフェンスも粘りました。この坂本のパスからこう流れてきて、シュートコースを、ね、うまく抑えてましたよね、ガンバのディフェンス。中に入って丸橋のパスからもう一度シュート、決まりました、松田のシュート。右サイドの松田陸がペナルティーエリアの近くにいました。右足を振って今シーズンの初ゴール。ここで丸橋がね、カットインしてきて、かこぼれたボールですね、同サイド、東口もね、うまく手を伸ばしたんですけどね、ポストに当たってねじ込みましたね。素晴らしいシュートですね。藤田、そして山田、加藤、加藤、シュート。 しかし今これはリレーしてましたかね、半歩ですね。柔らかいボール、ファーへ、ゴール前、小野瀬が落としてゴール前、パトリック。時間を使うセレッソ、ここで笛が鳴りました。0対1、大阪ダービーはセレッソ大阪勝利。Like, subscribe, push notification. Like, subscribe, push notification.